博士分の部屋の YouTube をご覧の皆様、お疲れ様です。ハガです。ヤテンです。今日はですね、皆様に、言わなきゃいけないことがございまして、実はレテンと別れることになりました。いや、付き合ってないですよ。なんですか？え？別れるんですか？別れる？もう付き合ってないですけど。いや、最近そういう別れるみたいな流行ってんのは分かりますけど、付き合ってはない。付き合ってたでしょ。アブラムでした。だよね。はい。この度、レテンとですね、別れることとなりました。出会いはですね、僕が劇団バレエ症候群で入院して、退院した後ですね、夏なんですけども、YouTube をきっかけに出会いました。で、そこで意気投合しまして、僕のその病気疲れだったり、減量疲れね、癒す存在として、僕の心の支えとなってくれてたんですけども、最近ですね、すごい態度が冷たくて、もう僕の方が嫌になってしまってですね、僕の方が耐えられなくなってしまって、僕の方から振る感じとなってしまったんですけども、あんだけ散々僕に嫌なこと強引にしといて、僕自分から冷めるんですね。そもそもギランバレー症候群の後の癒しの存在ってちょっと勘弁してください。いや、もう本当にね、レテンは癒しの存在だったんだよね、僕にとっては。そうっすか。うん、わかりました。いやね、このまま結婚すると思ってたんだけど、結婚ですか？結婚して、新婚旅行、ハワイだったり、グアムだとか、ヨーロッパの方にちょっと行ってみたかったんだけど。どこ行っても死ぬほど楽しくないと思いますね。楽しいんだよ。楽しいんだよ。ね。とっても楽しいと思います。本当に楽しみにしてたのに、一軒家買ってさ、大きなベッドでさ、それにして、小鳥のさえずりと、レテンのキスで起きたかった朝。一緒にさ、将来ね、子供はね、できないかもしれないけど、代理出産してもらって、レテンと僕の子供をね、お出迎えしたかったよね。いやで、授業参観出てさ、レテンと一緒に。二人ですか？そう。絶対いじめられますよ。そんなことないよ。いや、そんなことないよ。そうですね。うん。人気者だと思います。人気者あるよ、絶対。うん、でね、高校に入れたらさ、レテンはその子供にどんな部活入れてあげたい？本人が楽しければ何でもいいとは思うんですけど、たくさん筋肉がつきやすいような部活は正直個人的にはお勧めしたくないですよ、ね、なんで？あんまりそのいい思い出がないんで、うん、筋肉は正義でしょ？間違いないです。うん、ジム楽しかったでしょ？はいはい。でしょ？ああ、もう今思い返すと本当に楽しい日々だったよね。楽しい日々。うん。竹下通りでさ、シングレット着て、プリクラも撮ったよね。15年ぶりのプリクラが出てんだったよ、僕。僕人生初でしたよ。嬉しかったでしょ？いや、死にたかったです。いや、本当にいい思い出だったよね、あの時。周り女の子しかいなかったけどさ。はい。もう僕ら男二人で注目の的だったし、一緒でジムも行ったし、浅草。人力車乗ったよね。人力車楽しかった。スカイツリーも見えたし。はい。浅草の観光業に携わる全ての人に謝りたいですね、僕は。そんなこと言わないでよ。街中をこう、人力車で引っ張って、いろんなところ観光してってやったんですけど。みんな振り向いてたし。多分羨ましそうな目線でね。羨ましそう。そうですね。その後、ラブホコースで2人でね、シャワーも浴びたし、本当にあの頃のことを思い出すと、心がキュンとなります。シャワー浴びるだけだったらよかったんですけどね。結構入ったと思います、お尻に。一緒に相撲を取ったり腕相撲をした後にさ、なんか公衆トイレ行ってしゃぶらせたり、ね、もう何回もしたけど本当にいい思い出ですあれ。一緒に電車乗ってさ、重なり合って席座ってね、はい、一緒に移動もしたし、移動した。移動が思い出なんです。移動するだけで、もう一緒の時間を過ごせるだけで、もう最高の思い出だったよ、レテン。そもそも公衆トイレはしゃぶらせるところじゃないし、電車は重なり合うところじゃないですよ。そういう場所なんだよ。そうですね。でしょ？はい。ついこの間は僕の愛妻料理っていうことで、世紀末減量食ぼちも食べてもらったけど、僕がレテンに料理を作ってあげることができないと思うと、はい、本当に涙が出そうです。してください。僕も涙出そうですよ。僕嬉しくて他人の手料理振る舞われたことないんですけど、人生初めての他人の手料理、世紀末減量食欲しいですよ。美味しかったよね。いやー、二度と食べたくない味してましたね。
美味しかったんだよね。とっても美味しかったです。うん。ありがとうございます。本当にまだ3ヶ月ぐらいだけどさ、はい、本当にありがとう。ありがとうじゃないですよ。本当に嫌な3ヶ月間でしたよ。あれから。そんなこと言わないでよ。もっとずっとに一緒にいたよ、レテン。俺は本当に先生してます。そんなこと言うなよ。恋人みたいな頻度であれから、1週間に数回会って。先週も来たよ、ここ。毎週来てるよ。会いたいから。勘弁してください。本当に俺は会いたくないです。いや、僕は会いたいの。顔見る。そんなこと言わないで、レテン。顔見るだけで嫌な思い出、蘇ってきて。そんなこと言わないで、僕まだ。いろんなとこ連れて行かれて恥ずかしい思いたくさんして。デートでしょ、それ。デートって言わないです。あれは、さらし上げられてるだけです。そんなことないよ。本当にね、僕まだずっと一緒にいたい。君と。今後も。50年、60年と。勘弁します。嫌だ。なんで？なんでそんなこと言うの？本当もう、最近冷たい。人生台無しにさせたくないですよ。何が50年、60年こんなのと一緒にいなきゃいけないですか。もう僕ね、まだダメだ。まだ未練があるよ。いや、俺はもう未練なんてないです。このまま終われるんだったら本当に正々ってするんで。いや、ダメ。よかったです。俺はもうダメ。このまま。今日こういう動画撮れてよかったですわ。いや、もう夢にも出つく売れてんのことが。一緒に秋葉原歩いた時とかさ。ああ、勘弁してください。俺は。ダメ。もう、まだ、ダメ。そんな、ダメ。いや、まだ、いや、もう終わりですよ、ね。いやだ、いやだ、いやだ。これで終わりなんですよね。まだ未練あるよ。いや、ないですよ。俺は。最後に一発やろう。やろう。ちょっと、なんすか。最後に一発。ちょっと、最後に一発。うわぁ、ちょっと待って、寝て。なんですか。ちょっと待って、俺の、これで、俺の未練を消してくれ。これからもよろしくね、レテン。